三田社長、こちらのチョイキャンはですね、はい、販売はされてないんですけれども、豊かのキットが備わった展示車ということで、はいはい、皆さんにご紹介したいと思うんですが、はい、いろんなところでもうチョイキャン取り上げられているんですけれども、まだ見たことない方、ユーズネットさんのチョイキャンシリーズの最強のキット、豊かを見ていただきます。それではよろしいでしょうか。はい、オープン。じゃん。ちょっと閉めてください。じゃん。ちょっとすみません。ゆたかちゃん。まあ、展示車とか、うん、お履物脱いでいただければ乗れるのは知ってるんですけど、はいはい、明らかにこの車だけなんか様子がおかしかった。今人乗ってましたよね。しかも靴の履歴です。しかもなんかもう自分のものみたいになっちゃいました。今見ました皆さん。様子おかしかったですよね。あの方見覚えあります？どなたですか？小太郎です。小太郎ですって。あの説明がざっくりしすぎてて。あ、そうか。人間様の方が小太郎ですか？いえ、ワンコ。ワンコちゃんの方が小太郎。で、人間さんも乗ってますよね。人間様も。はい。あちらは、マイコさん。いや、マイコさんって言われても知らんし。ね。チョイキャンのユーザーさん。あの、話には聞いてたんです。ユーズネットさんと古くからお付き合いとか、うん、お客様で、そうです。言ってくださいよ、あらかじめ。ね。あの方が、舞子さん、あのユーズネットさんと私たちの間で噂の、そう言ってよ、もうびっくりした、はい、あ、そうか、これか、分かった、これ舞子さん、今乗ってる方、そうこれ、そうよ、あの、ちょっとあの、不思議な方なんじゃないですね、これ何のお写真ですか、ワンコとケイキャンパーっていう、雑誌に掲載された、してもらったんです、前に雑誌で取り上げられた記事の一部ということで、舞子さんも、うん、まあ、お車に乗られていたりっていうことなんですね、はいはい、そっか、これを聞いてれば、うん、あんなに驚くことなかった、なんかもう失礼なことしちゃったわ、もう本当に。さあ、ここからはですね、まあ、せっかくなので、はいはい、先ほどお客様にもお話聞いたんですが、うん、あの古くからね、お付き合いのあるお客様、舞子さんと小太郎くん、はい、はい、お話聞きたいと思います、はい、よかった、安心したわ。じゃあそれではですね、ちょっと一応くつろいでらっしゃるんで、あのこちら開けて、はい、そっち行きますね、はい、それでは、はい、舞子さん&小太郎&ゆたか、はい、オープン。あれ見つかっちまったな、これちょっとあれ見つかっちまったな、これ舞子さん、社長、ミカ社長、ちょっとすいません、また締めたいとこなんですけど、キャラがめっちゃ濃いんですけど、やばい、まだバレてない、まだいや、もうバレてるもバレてないも、うん、声が一緒の種類だと思うんですけど、はい、私とそうだ、なんか近いものを感じます。舞子さん、噂の舞子さん、もうユーズネットさんとはどれぐらいのお付き合いなんですか？急に真面目に45年ぐらいにしとこうか、しとこうかって。そうですね、私が38なので、ちょっと待ってください、ちょっと閉めていいですか、30年ぐらい、30年ぐらい、ね、でも本当、あ、もう30年ぐらいになるんですね、本当だ、まだバレてる、バレてる、バレてる、あのすいませんけれども、最初に確認したいんですが、今までね、全部込みで販売してたじゃないですか、はい、キット、はいはい、これ展示車ですけど、はい、もし買うとしたら舞子さんと小太郎ついてくるんですか？もちろんです、もちろんそこ否定するとこでしょうよ、プライスです、うん、ね、食費かかります結構、やばいな、ノリで誰も止める人いないっていう、本当に小太郎くん、坂代もかかるよ、坂代かかる、小太郎くん、こんにちは、こんにちは、はい、ちょっとお顔見して、小太郎くん、オッケー、小太郎、そっか、ワンちゃんとチョイキャンの中で過ごすっていうとこういう感じなんですね、イメージしやすいわ、確かにね、いや、いいですね、しかもこのチョイキャンの豊か、さらにイメージしやすい長物、釣竿も
あ、そうそうそうです、ね、そうです、これは。あの、運ぶというかね、収納することもできるし。いつでも食料調達に行けるね、確かに。取ったどうできますね。うん。あと、こちらも家電ですよね。そうです。こういった車で使えるような容量のものであれば、ってことはソーラーパネルもこの展示車はついていると。そうなんですね。まいこさんどうですか、あの車の中で過ごしてみて、過ごしづらさってあります？足もしっかり伸ばせれますしね、はい、こうやって犬もこうあのフルフラットにしてるから、うん、あちこち行きますし、うんうんうん、本当にいいと思いますよ。あのワンちゃんって結構あの爪が鋭かったりする時もあるじゃないですか。そうするとお家でもそうだけど、ソファーとかあの家具を傷つけやすかったりするんですけど、舞子さん聞いてます？舞子さんでも運転する気満々で、小太郎が小太郎コタ、コタ初対面だけど、コタね、マットどうですか？すごいね、ワンちゃん柔らかくてね、うん、爪もこれ引っかからないので、うん、いいと思いますよ。痛みかも。コタロコタロずっと映してて数字が取れる感じだ。これもコタちゃん、こういうよだれがひどい犬でもこうチャット拭けれるっていうところだと思います。例えばこう毛足が長いものだと、こういう上の短い毛が入り込んでるともうワイヤーになっちゃう、うんうんうん、お掃除もしやすくてとってもいいと思います。そうですよね、うん、まあ今ね、昔に比べてだいぶね、ワンちゃんとかペットちゃんと一緒に泊まれる宿っていうのは増えてきましたけれども、うんうん、やっぱりね、人の目が気になったりとか、うんうん、あの、ね、遠慮なく過ごしたいっていう方は、うんうん、こういった車中泊できる車だと、うん、ペットと一緒に過ごせると思うんですけど、うん、いいと思います。どうですか、ストレスってあんまり少ないですか？少ないですね、本当にいろんなことを気にしなくて済むというか、うんうん、まあ、当然まあ目隠しもね、こうやってしてあのいろいろこう工夫もこれからしていくんでしょうか、うん、はい、もう最初からこの時点でこれだけのものが備わってるっていうのがいいと思います。飼い主としても、いやちょっとあの、すいません、私舞子さん、うん、最初どうなるかと思ったんですよ。もうキャラがやばい濃すぎると思ったんですけど、説明バッチリしてくださって、いや本当に最後にですね、ちょっと舞子さんみたいなフーフーってパーティーノリが絶対30代じゃない、ちょっとリアクションがもう少し上のような気がするんですけど、ね、まあ、だってやばいやばい、お口チャック的な感じでやってましたけど、本当にあのワンちゃんとか猫ちゃん、まあ、ペットじゃ飼ってらっしゃるユーザーさんとかお客様結構多いと思うんですが、うん、そういう方に何かちょっとメッセージいただいてもいいですか？じゃあ小太郎さん、はい、せっかくですからほら一緒に、はい、小太ちゃんもお願い、お呼びですよ、ほら、はいね、はい、ペットと一緒にキャンプに行こう、よーオッケー。すいません、あの鼻息しか、小太郎の鼻息、すいません、もう豚じゃないんです、犬なんですよ。そうね、かわいいね、はい、ちなみにあの新型のチョイキャンの豊かですね、はい、56万6500円となっております。ベース車両はスズキ、エブリーバン、エブリーワゴン、および OEM 車ということでございます、はいはい、うまいところにこれ告知置いてあったな。え、ここからのからの何、舞子さん、え、パスを切る感じですか？ちょっと舞子さん、舞子さん本当に値切り上手なんだか値切りベタなんだかちょっとわからないですけども、これ値切りすぎでしょねえ、まあ、こういった金額でねやらせていただいております。ただ舞子さんと小太郎は入ってきませんので、皆さんあらかじめね、はい、ご注意くださいませ。呼んでくだされば行きますはい、食費かかりますね。そうです、あと酒代、うん、酒代かかります、はい、舞子さんの維持費の方がちょっと車の維持費よりかかるかもしれないです。ガソリンなんで ね、 そう、発想が一緒だ、発言が。初対面なんですけど、私大丈夫ですかね、すごい好きなんですけど。はい、それでは舞子さんありがとうございました。小太郎もありがとうございました。もう終わりだって小太郎。すいません、ありがとう、ありがとうね、はい、はい、また来週、はい、来週は来ない、もうはい、舞子さん、そうそう出てくださいあ、ちょっと待ってください、このマット気づかなかったの、これ何ですか、これチョイキャンって書いてあるけど、いいでしょ、え、まだなんか新しい感じ、そうなんです、てもらったんです。え、これオリジナルの、そうそう、イベントでしかこれ見ることできないんですか？そうです。ああ、買いたいとか言った人買えないんだ、プライスレス、プライスレス、え、プライスレスってことは売り物じゃない、売り物じゃない、あ、そうなんだ、うん、だオリジナルのグッズとか出してほしいのに結構ユーザーさんあるみたいですね、あのステッカーとか、あのその会社さんでメーカーさんで買ったぞっていうのをやっぱアピールしたいって
いうのがあるから、もしかしたら今後あるかも、あるかもしれませんね。いや、いいですね。というか、まいこさん最高でしたね。うーん、ねえ、なんかもう、あの、長年ね、いろんなお車乗られてるっていうお話でしたけど、まあ、あらかじめ話は聞いてたんですけど、まいこさんの存在は今日いろんなお客様にもね、うん、まあ、あの、お話も聞くことができましたし、うん、どうでした、美香社長、久々の撮影なんです、いや、正直に言ってください、何ですか。いや、声が美しいね。ちょっと待ってくださいね、あの、ちょいキャンの説明より雑じゃないですか、さらに、ね、だいたいそんな感じですみたいな、うん、いや、でもね、ちょっと久しぶり楽しかったですね、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがたいと思ってます。あの、最後まで動画見ていただいた皆さんに何かメッセージあります。はい、あ、声、うん、豊か、最新じゃないんですよ。ちょっと待ってください、もう終わりなんですけど、どういうことです。ちょっとバージョンアップするんです、うん、間もなく。あら、ってことは最新の豊かですみたいな雰囲気で始まりましたけど、本当は2番目だって最新からちょっと戻ったけど、がっつりキャンピングカーももちろんいいんですけれども、まずはお車の中で寝るだけでもいいから、最低限のキットが欲しいな、はい、迷われている方、これからデビューの方、あと相談されたい方は気軽にユーズネットさん、はい、全国に販売店あるんで、はい、愛知だけじゃないですか、はい、もちろん、はい、愛知はトヨタと岡崎にもあるかな、いろいろあります。あ、ホームページ見てください。そうか、はい、とにかく全部ホームページ、はいはい、正しく書いてある。そうですね、はい、ちょっと私たちの説明書も欲しいぐらいですね。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。バイバイ。